皆様こんにちは、山芋です。本日はこちらワールドネバーランドエルネオ王国の日々始めていきます。今朝ごはんを食べたところですね、まだ3日です。あまり進んでません。こちらが仕事始めの様子の画像ですね。あとお友達と一緒に戦いごっこしたやつですでですね、こういう関係、ヒラリーちゃんが大人になったんですよ。めっちゃ美人になってますね。子供の頃からセクシーだったけど、めちゃくちゃ可愛くなってますイベントのバトルアリーナのランキングですね。バタバタしてたんですけども、全部チケットは使い切ったので254位でした。まあ、200位以内にはちょっとね、なれなかったですね。ちょっと悲しいです。はい、今ですね、この贈り物のところにこちら銀のブローチと銀の指輪、エンゲージリング、リムの宝石で、こちら全部婚約の贈り物に使えるとのことなんで、この4つとまた何も持ってない状態でのプロポーズを、ちょっと5パターンをちょっと確認したいと思います。ドロシアちゃんがちょうど来ましたね。で、今ミアラ風の衣装に着替えました。ドロシアちゃんをどうしようかな。明日どっかデート行かない？明日ちょっと今断りましょうか。一回ちょっと断って、今何持ってる？あなた、ドロシアちゃんは何を持ってる？キスしたいな、しときましょうか。今日このまま婚約、まだ朝だからできないのか、告白というかプロポーズができないのかな。あ、ビトール君大きくなった。ビトール君今ちょっとドロシアに声かけてなかった。大丈夫？なんでもありませんお昼頃になったらいけるかな。あ、おはようございます、ジェニファーさん。最初に行きましょうか。お昼までちょっと時間を潰してみたいと思います、ね、今朝の4刻でドロシアちゃんに今話しかけるとプロポーズしたいが出ます。なので今からサーバーにデータを預けて5パターンをちょっと撮影していきたいと思います。今サーバーにデータを預けてきましたので、まず何も持っていない状態でプロポーズをしたいと思います。ドロシアのところに行きます。農業をしてるのかな今いましたね。では押します。プロポーズしたいね。え、突然だけど今からデートしない？ちょっと待って、ドロシア、今から何パターンもちょっとやらせてもらおうと思ってんのに、まさかの断る。ちょっと待って、落ち着こう、落ち着こう、ちょっとしつこくいこう。プロポーズしたい。はい、よかった、いいね、もちろん行くよ。じゃあ神殿のアトリウムに行こう。来ましたね。行きます。めちゃくちゃ遠かったですねやっと神殿に着きました。プロポーズ入ります。ムービーです。行くかな。今日はその聞いてほしいんだけど。うん、私と結婚してください。嬉しい、もちろんだよ。来ました、よかった、二人で幸せになろうね。うん、これからもよろしくね。来ました、よかった、これからもよろしくね。うん、これからもずっと一緒だね。この神殿で結婚式を挙げたら、そのまま二人一緒に暮らせるようになるんだね。うん、でもなんかちょっと恥ずかしいな、心の準備が。私なんかこのまま祭壇の間に入って結婚式挙げちゃいたいくらいだけど。おんちゃんグイグイ行きますねこれもうなんか今日のオンドルさんってちょっと強引じゃないとね、いつもね引き気味だから。あ、今日は朝からプロポーズするって気合い入れてたから、まだ勢いが止まらないのかも。そこまでじゃなかった気がするけどね。そんな調子だとこの先長い結婚生活の途中で息切れしちゃうよ。あ、ドロシアさんへの愛は無限だから平気だよ。結構熱いセリフが飛び交ってますね。おっと、このまま行くと6日にそのまま結婚式。結構家族で過ごせる日々が短いですね。あ、おめでとう、ついに婚約したのね。結婚式が待ち遠しいんじゃないかしら。結婚式の日取りはカレンダーかシズニーの神殿の結婚約確認から確認することができるわ。あ、アンバー交換所に結婚式で着ることができる特別な衣装。悩むんだよなこれ。ということで、今がこれ何も持ってないパターンでしたね。
今とりあえずドロシアさん今何持ってらっしゃる、何持ってるのか出ないな、何か持ってらっしゃるんだけども、これは反映されてないセリフでしたね。では時間を巻き戻してどんどんやっていこうと思います。はい、時間を巻き戻しました。先ほどは何も待ってない状態でのプロポーズでした。次は銀の指輪、シンプルな銀の指輪を持ってプロポーズしたいと思います。今所持していますね。はい、プロポーズしたい、いきます。1回目断るね、なんでだろう。1回ちょっとこう断りたいタイプなのかな。いきます。え、ダメ、何、銀の指輪がダメだった。よし、3回目で行きました。はい、神殿に着きましたね。では銀の指輪を持ってのセリフ、今日はそのを聞いてほしいんだけど。うん、これ私と結婚してください。渡しましたね、これって言ってますね。これってありがとう、すごく嬉しいよ。これって言ってますね、銀の指輪のことは。これからもよろしくね、ここからのセリフですね。よかった、これからもよろしくね、これからもずっと一緒だよ。あ、ここからのセリフは一緒ですね、一緒ですね。強引だって言ってますね。ここも一緒ですね。ドロシアさんへの愛は無限だから平気だよ、素敵です。ここも全て一緒ですね。先ほどと違うところはこれって言ったところですね。では次違うのでいきます。はい、戻ってきました。先ほどこちら銀の指輪を渡しました。次銀のブローチ、細かい彫刻を施した銀のブローチ、婚約の贈り物にということで、こちらを持っていきたいと思います。はい、着きました。セリフが変わってるでしょうか。今日はそのを聞いてほしいんだけど。うん、これ私と結婚してください。これってありがとう、すごく嬉しいよ。一緒じゃないかな、これ。銀のブローチも銀の指輪も値段が違いますが、セリフは同じようですね。これからも一緒だよ。ここも一緒ですよね。心の準備が、このまま祭壇に行っちゃいたい、強引じゃない？一緒ですね、ここは。うん、全部一緒ですね。銀の指輪と銀のブローチは一緒だということですね。はい、銀の指輪、銀のブローチに引き続き、こちらエンゲージリング、希少な宝石が埋め込まれた金の指輪、婚約の贈り物に、金ですね。もうこれはもうエンゲージリングと書いてるからにはね、何か違いがあるのかもしれません。ドロシアちゃんのところに行きます。はい、着きましたね。さあセリフが変わるかどうか。今日はそのを聞いてほしいんだけど。うん、一緒ですね。これ私と結婚してください。これってありがとう、すごく嬉しいよ。すごく嬉しいんだね、二人幸せになろう。うん、これからもよろしくね。よかった、これからもよろしくね。ここも一緒だ、一緒ですね。でもあれかな、見えてないだけで、あのドロシアちゃんの顔の表情が違うのかもしれない。これめっちゃ高いやつみたいになってるかもしれないね。ここはわからないですよね。二人の間の空気が違うのかもしれない。で、まだあります。まだもう一個。ラストがありますから。はい、ラストですね。こちら、続きまして、最後。ウィムの宝石。こちらはキャラバン商店で購入することができるアイテムです。砂漠のウィム族が作った貴重な宝飾品。はい。婚約の贈り物ねと書いてありますね。この次はもう質素の指輪、違いますね。これ婚約の指輪じゃないから、ここまでですね。はい。こちらを持って、こちらを持ってドロシアちゃんにね、プロポーズをしてみたいと思います。はい、ウィムの宝石。果たしてセリフは変わるのでしょうか。今日はその聞いてほしいんだけど。うん。これ、私と結婚してください。これってありがとう、すごく嬉しいよ。一緒だよね、これ一緒だよね、絶対。マジか。よかった、これからもよろしくね。これからもずっと一緒だよ。この神殿で結婚式を挙げたら、そのまま二人一緒に暮らせるようになるんだね。一緒ですね。はい。ってことは、あれ一緒だけども、やっぱ表情が違ったりだとか、そう、これ、高級品渡してるから、もしね、ドロシアちゃんがお金なくなった時とか、これ、売ることができるかもしれない。ドロシアちゃんが急に、
もしかしてお金がね増えてたら、所持金が増えてたら売ったのかもしれないしね、そこが違うのかもしれない。今ドロちゃんどれぐらいお金持ってるのかな、どこだ、今903ビーとか、ある日突然4万ビーとかになってるかもしれない。きっとそういうことだよね。どこ行くのかな。あ、遺跡の森、なんかいいことないかなって。今めっちゃいいことあった、今めっちゃいいことあったと思う。今ねプロポーズしたから、いってらっしゃいね。きっとこうセリフは変わってないけども気持ちですよね、気持ち、うん。だからね、おんちゃんからドロシアちゃんへのこうね気持ち、そう気持ちです。ちなみにキャラバン商店ね購入したこのウィームの宝石5万 B ですね5万 B 払いましたね。結構あっさり婚約がね行きましたね。そっか、セリフは変わらないですね、気持ちが違うと、重みが違うんですよね、婚約の重みが。予約確認ですね。はい、おんちゃんが6日、ドゥーガルさんとボニーさんが4日、今3日なんで、あと3日後ですね。あと3日間だけ家族と一緒に過ごせる。いや早いな、ドキドキしますね。で、前回のバージョンアップで結構変わってることがたくさんあったんですよね。この出産イベントシーンを調整って書いてあるの、ちょっとこれから出産するにあたって楽しみですよね。結婚式の変わったところもまだ山々は確認してないので楽しみです。で、試合の時映像が変わってました、ダンジョンかな。で、ここにあるバシアス浴場で水着タイプの衣装の表示が優先されるとのことなんで、着替えてみたいと思います。はい、今温泉に着きましたね。今このいつもの青い水着を着てません、おっと出ていっちゃった。なのでこのここで着替えてみたいと思います。まだ水着で持ってたと思うんです。おっと、これからご飯食べ、まず食べに行こうか、裸の付き合いみたいなって大丈夫かな。じゃあ食べに行こう。 OK、 さあヒラルド君とのお食事、毎回誘ってくれますよね。アベラさんが持ってきてくれましたね。冷めないうちに食べよう。めっちゃ食べてますねでは改めまして、もう一度浴場の方に戻りたいと思います。みんな青ですね。今メルビンさんいましたね。さあ衣装着替えます。はい、あ、着替えました。赤の水着になってますね。メルビンさんが普通の青ですね。で、私は赤に。すごい、バシアス浴場でもきちんと水着が反映されてますね。なるほど、いい感じですね。素敵です。メルビンさん、ほら、いいでしょ、この水着。はい、今日はこんな感じで、プロポーズをね、成功することができましたね。で、新しいログインボーナスで、スノーマンが来ていました。かわいいですね。こちらは去年と一緒ですね。とこちらガルウィンのスノーマン、魔獣神の帽子をかぶってるスノーマンですね。こんな感じで2つあります。ツリーの横に飾った方が可愛かったかな。まだこの木が枯れてないからもったいないんですよね皆様ご視聴ありがとうございました。だいぶね時間がちょっと空いてしまったんですけども、これからもエルニアは続けていきます。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。またね、バイバーイ。